雷神、元谷勇気が衝撃の飛び膝蹴り KO 元 UFC ボントリンが失神ダウン。KO 勝利した元谷、雷神ファイティングフェデレーション、格闘技イベント、湘南美容クリニックプレゼンツ雷神40、2022年12月31日、土曜日埼玉スーパーアリーナ。下向き黒三角第5試合雷神 MMA ルール、5分 3R、61.0kg。ゼロ源谷勇気、フリー。KO2R 2分56秒、顔面への膝蹴り。黒丸ホジェリオ・ボントリン、ブラジル、ミレ・レベイロチーム。オールラウンダーの元谷は昨年大晦日から金太郎、アラン、ヒロ、ヤマニハ、太田忍、倉本和馬と下し4連勝。バンタム級の現王者である朝倉海との対戦、あるいはタイトルマッチへ向け歩みを進めている。対するボントリンは柔術黒帯で極めの強さを持ち、過去には UFC でランキング7位を記録した。今回が雷神初参戦だが、実力者、元谷を下しタイトル戦線に割って入るのを狙う。1R、ボントリンはサウスポーから左パンチを放って元谷をコーナーに押し込む。元谷はテイクダウンをこらえ、サンドコーナーでのブレイクを呼び込む。2R もボントリンが左ストレート、左フックから組んでくるが、元谷はこれを振り払い三日月蹴りをボディに打ち込む。次第にこのボディが効いたボントリンは不満としてくるが、元谷は下がって距離を作ると再び三日月蹴り。そしてボントリンがタックルに来たところで顔に膝を突き刺し、ボントリンが倒れるとパウンドをまとめ KO した。勝利した元谷はマイクを取ると、やっぱり元 UFC のランカーなのですごく強かったですけど、一つのチャンスをものにできてよかったと思います。来年、バンタムの上位陣、誰でもいいのでよろしくお願いします。来年も頑張ります、と元谷らしく控えめにアピールした。雷神、元谷勇気が膝蹴り一戦、元 UFC ファイターに鮮烈 KO 勝ち。湘南美容クリニックプレゼンツ雷神40。2022年12月31日、土曜日埼玉スーパーアリーナ。下向き黒三角第5試合バンタム級、61.0kg、5分 3R。ゼロ源谷勇気、フリー、61.00kg。2R 2分56秒 TKO、右膝、パウンド。かけるホジェリオ・ボントリン、ブラジル、60.00kg。元谷は11月6日の雷神ランドマーク4位名古屋にて大会ベストバウトといえるフルラウンドの大激闘を倉本和馬と演じたばかり。試合間隔が短い中でしかも強敵との対戦となる。金太郎、ヤマニハ、太田忍、倉本を相手に4連勝中で MMA42戦32勝のキャリアを誇る実力者。ボントリンはアマチュア時代にボクシングとムエタイで州王者となり、2013年4月に MMA でプロデビュー。2017年10月に田中道則に初黒星を喫している。2019年2月からは UFC に参戦し、2勝3敗1無効試合の戦績を残した。最後は2022年1月にブランドン・ロイバルに判定 2-1 で惜敗している。1R、共にオーソドックス構え。先に右カーフを当てる元や、詰めるボントリンはサウスポー構えから左ストレートを伸ばす。その距離で組む元谷にコーナーに詰めるボントリンだが、元谷は首狙い。ブレーク？右の蹴りをブロック上に当てる元や、左右で詰めるボントリンは右で刺してコーナーに押し込む。コーナーに背にする元谷は首相撲から膝、縦肘も見せる。左差しで押し込むボントリンだが膠着ブレーク。右の蹴りはボントリン。左ストレートのボントリンに元谷は左右を当てて首相撲膝。しかしボントリンは右で刺して押し込みもブレーク。左右で前に出るボントリンに右を当てて前に出る元谷。ボントリンはボディロックから投げを狙うが元谷がしのぎゴング。2R、サウスポー構えのボントリンに右インローは元谷。さらに右ミドルを当てて足を戻してそのまま右ストレート。ボントリンの左に左回りで三日月蹴りも、そこに組んだボントリンがシングルレッグで押し込むも、コーナー背に元谷がボディロック&小外掛けテイクダウン狙い。崩されながらフィジカルで残すボントリンが押し込みブレーク。サウスポー構えで左を伸ばすボントリンに、誘う元谷は右ストレート、右膝、さらに右三日月蹴りを効かせて、ボントリンくの字になったところにテイクダウン狙いのボントリンに右膝。ボントリンが糸の切れた人形のように後方にダウン。元谷が5連勝をマークした。バンタム級